こんにちは、西澤です。今回は審査員に、ご招待いただきましてありがとうございました。頑張りたいと思います。まず最初の質問、山水はどのようなイメージかですが、自然が調和した美しい世界、ある意味で人間の理想郷のようなものなのかなと思っております。どのような山水都市があり得るかということは、やっぱり自然を破壊してできる都市ではなくて、自然の掟に従ってできる都市、人工的な都市の次の時代の、自然と共にある都市というものをなのかなと思います。またやっぱり中国ですから、山水もありますし風水もあります。やっぱり単に現代的な都市というだけじゃなくて、中国の歴史を称えるような、中国の文化に立脚したような、都市建築というものができるといいなと思います。皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。